昔々、美濃の国の山奥に、それはもう大層奥深い山奥でしたが、一人の大変気立てのいい息子と、長く床に伏している病気の父親とが二人っきりで住んでおりました。息子はまだ年端もいかない幼い子供でしたが、働けない父の代わりに毎日山へ出かけては焚き木を拾い、それをお金に変えて暮らしを立てているのでした。よいしょよいしょ、よっこらしょっと。父さんおはよう。今朝は気分どうだい？うん、今すぐご飯にするからね。もうちょっと待っててよ。すまないね。僕山へ出かけてくるからね。冷めないうちに食べてて。すまないの。それじゃあちょっくら行ってきます。息子はとても性格の明るい元気な子供でした。朝は暗いうちから起きて、こうしてお父さんに食事の用意をしてあげ、山に入ると焚き木を取る傍ら、お父さんの体に良さそうな薬草を取ったり、谷川で魚を追ったりするのでした。そしてしょいこに焚き木をいっぱい積んで山を降りる頃はもう夕暮れ。美濃の山々はとっぷり日が暮れるのでした。そして晩ご飯を食べると一日の疲れがどっと出て、ご飯の後片付けもそこそこにぐっすり寝込んでしまうという毎日でした。お腹を丸出しでは風邪をひくぞな。わしが元気じゃったらの。お父さんは年端もいかない息子の苦労を思うと不憫でなりませんでした。父さん、僕今日は二つ三つ向こうの山へ入るよ。二つ三つ向こうの山じゃと？うん、もう近くの山には焚き木がなくなってしまったんだ。じゃがそんな奥の方の山じゃと険しゅうて、お前にはまだまだ無理じゃぞ。なにへっちゃらだい。危ないことがなければええがの。父親の心配もよそに、その日息子は元気よく二つ三つ向こうの奥の山へと出かけていきました。でも焚き木は思ったほど落ちていませんでした。山はさすがに険しく、難所難所の連続でした。息子はどん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 山奥へと足を踏み入れていきました。でもやっぱり焚き木はあまり拾えません。
それに気がついてみればもうすっかり夕暮れでした。息子は思い切ってその日は山で野宿することに決めました。一日の山歩きで息子はすっかり疲れていました。太い木の根元にごろりと横になると、いつの間にか深い眠りの中に落ちていました。どのくらい時間が経ったでしょうか。山の夜は冷え込みが激しく、息子は明け方になってふと目を覚ましました。その時です。どこからともなく何とも言えないいい匂いが漂ってきました。いい匂いだ。何の匂いだろう。息子はその匂いに誘われるかのようにふらふらと山の中を歩き始めました。濃い霧がいっぱい立ち込めています。あ、濃い霧のため足元の見えなかった息子は足場を踏み外して深い谷底へと転落してしまいました。川だ。不思議なことに先ほどの甘い匂いはますます強く匂ってくるようでした。息子は思い切って川の上流を訪ねてみました。そして、はあ、そこには大きな滝壺があって、まるで夢のように美しい虹がかかっていました。そしていい匂いはそこから匂ってくるようでした。この川の水が、甘いような、おいしいような、何やら妙な味がします。息子は今度は手にすくって一口飲んでみました。体中がポッポと熱くなり、何やら元気が出てくるような気がしました。これなら父さんの病気に効くかもしれないぞ。息子は滝の水をひょうたんにいっぱい詰めると、急いでお父さんの待つ家へと帰りました。帰ったか。夕べはどうしたのじゃ。何かあったかと心配したぞな。それより父さん、この水飲んでみてよ。山の滝で汲んできたんだけど、なんだかとってもいい匂いがして。水？面白い味がするよ。なあ、早く早く。酒じゃ。酒？間違いなく酒じゃよ。酒が滝なんぞに流れとるわけがねえ。だって僕本当に山で汲んだんだよ。はあ、不思議なこともあるもんじゃな。でも本当だったのです。きっと親を助けて一生懸命の高校息子のために山の神様がお恵みになったのかもしれません。ふわあ、あれ、父さんがいないぞ。父さんがいないよ。父さん、どこ？どこ行ってたの？こんなに朝早くから。まだ布団で寝てないとダメじゃないか。それが今朝はどういうわけかえらく気分がよくての、ちょっくらその辺を散歩してきたんじゃよ。父さん、昨日のお酒が効いたんだろうか。どうやらそうらしいの。父さん、うわぁ、元気になったよ。父さんが元気になったよ。わーい、わーい、わーい。
酒はよろずの病の薬とか、お父さんの病気にお酒はとてもよく効いたようです。こうして孝行息子が見つけた不思議な滝のおかげで、お父さんの病気は日一日と良くなり、数ヶ月もするとすっかり元通りの元気なお父さんに戻りました。そしてこの孝行息子とお父さんのことはすっかり国中に有名になり、あの不思議な滝も関心な息子が年老いた父を養った滝というので養老の滝と名付けられ、いつまでも人々に語り継がれることとなりましたとさ。